この動画は、エリッチがぼっちで、エンダードラゴンを倒しに行く動画です。賑やかな動画にはならないのでご注意を。前回のあらすじ。前回、第三渓谷に潜ったウプ主。しかし、匠の爆発で死んでしまう。穴に落ちたりしたおかげで、全ロストしたウプ主。無事に第三渓谷をクリアできるのであろうか。よし、抜いた。それじゃあ行こう。おう、それ私の羊毛。あと水。わあ。しかも長いなことになってるし2体無理だっちゅうの。まだいたの。怖いしか何回もすると違うのしちゃうし。
当にさ、スケさん多くない？でかいぞこれ。いってキャッチ、こっち。まったく言えない。どっちこっちか、まあ、攻めも終わってる。ジビゾミの声が。なんでここ起きないよ。不思議。起きないんですけど。おお、来て来て来て。やっぱりビッキリ壊れた先の衝撃で。
し、くんのし、くんのし。ここは取り込よう。またなんか続いてそうな。私残しておきましょう。だからなぜ置けないのですか。端っこだわ。へえ、端っこ置けんね。なるほど。ここ行く前にちょっと。一瞬だって落ちてきやがったぞあいつ。届かないんですけど。なんで剣持ってんの。
か何の剣だったんだろう。なんかここは登りやすいようにしていかなきゃ。よし、じゃあ戻って別のとこ行こうか。バッチャバッチャうるさいんだけど、どこやったっけな、穴。ここじゃない、穴ここじゃない。穴またいんの前、ちょっと待って。やべえやべえ完全にやばい。
え、ってどこまで続いてんのこれ。あ、これで終わりか。やだらけ。スケさん多すぎだろこれ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、もしこの動画を聞いていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンで見ている方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。携帯、スマートフォンなどパソコン以外のところから見ている方は下の説明欄にあるリンクからチャンネル登録の方よろしくお願いします。実写チャンネルニコニコ生放送の方も始めました。もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。実写チャンネル、チャンネル登録はこちらのボタンからよろしくお願いします。その後のコミュニティは下の説明欄にあるリンクからコミ参加の方よろしくお願いします。携帯、スマートフォンなどの方は下にあるリンクからチャンネル登録とよろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。バイバイ。